10月18日に開幕し、堺出綾歌の12チームによって競われた第41回堺出市スポーツ少年団本部長杯野球大会は、バンノス球場を会場に24日に準決勝2試合と決勝戦が行われました。結果、準決勝第1試合、府中と堺出ブルーオーシャンズの試合は2対4で堺出ブルーオーシャンズが、準決勝第2試合、松山と堺出東部の試合は0対3で堺出東部が決勝に進みました。そして午後1時10分から行われた決勝戦は、堺出ブルーオーシャンズと堺出東部によって行われました。1回の表、先行の堺出東部はノーアウトランナー2塁から2番大谷美人くんがレフト線にヒットを放ち先制点を挙げます。その回2点を挙げた堺出東部は6回にも2点、最終回7回にも1点を挙げ、結果5対0で堺出東部が市長期大会に続いて本部長杯でも優勝カップを手にしました。この本部長杯は年度末最後の公式戦となり、6年生にとっては少年野球最後の公式戦でもあります。そして優勝した堺出東部野球スポーツ少年団と堺出ブルーオーシャンズスポーツ少年団には、堺出市スポーツ少年団松永貴明野球部長より優勝杯や盾が贈られました。大原茂典代読。父さん優勝おめでとうって言ってきた気がしてたら、全部父さんが今年は優勝したということでね、素晴らしいなと思います。この決勝戦、堺出東部と堺出ブルーオーシャンズの試合の模様は KBN で12月に放送いたします。詳しくはガイドチラシ、ホームページなどでお知らせします。お楽しみに。